皆さんこんにちは、みのりんです。はい、この前久しぶりに普通にお買い物していましたら、スリーコインズでえみたいな、めちゃくちゃ可愛いセーラームーンの商品がたくさんあったので思わず買っちゃいました。今ね、いろいろと忙しくて、お部屋のリフォームをやったりとか、そもそもお引越しとかいろいろと大変でしたし、ようやくね、ちょっとだけ落ち着いてきました。あ、ちなみに見て見て、重い。こんな感じなセーラームーンのステンド風グラスとかも作ってみました。ちなみに今セーラームーン映画中ですし、もう今年はね、ハリーポッターとセーラームーンの年かなってぐらい、いろいろと盛り上がってますね。もう私の大好きなものがいろいろと盛り上がっているので、今年たくさん楽しんでいきましょう。じゃあこれちょっと戻しますね。重い。じゃじゃん。というわけで、スリーコインズでたくさん買っちゃいました。セーラームーン好きな方、ぜひぜひお見逃しなく。では早速見ていきましょう。もうね、さすがにね、全種類は買えませんでした。全種類は買えなかったんですけど、8割ぐらいは買ってきました。もうこれがスリーコインズみたいな、めちゃくちゃびっくりしちゃって。どれからいきましょう。まずはこれ、こちらから、こちら見た瞬間に買わなきゃと思って買っちゃいました。800円です。おー、すごい、800円。じゃじゃん。このガラスケースですね。ここにプリンセスセレニティがいます。めちゃくちゃ高級感があるのに、たったの800円。何に使おうかな。玄関のところに置きたいかなと思っています。あ、もしくはトイレのところとかにクッションとかメイク用の道具とか入れてもいいかなと思いました。あ、そっちにしよう。コットンパフとかを入れたいと思います。めちゃくちゃ綺麗じゃない。これで800円、もう、ね、即買っちゃいました。続きましてはポーチ。このポーチは300円です。お安い。中も可愛い、黄色のデザインがいいですね。まあ、何だって使います。で、これが何種類かあったのかな、色違いとかがあったと思いますが、私はこちらを選んじゃいました。ピンク色で光沢感があって可愛い。では続きましてはこちら。これは300円。これも300円。安くない？すごいふわふわ。あ、いいね。夜寝る前とか、お風呂入った時とか、ちょっと髪の毛を上げたい時にぴったりなんですけど、なんかね、めちゃくちゃふわふわしているし、すごい柔らかい。あの、ゴムがね、きつくないんですよね。たくさんこういうの買ってきたんですけど、基本どれもなんかきついと言いますか、パツパツだったりするんですけど、これはね、なんかね、優しい。いいね。あ、かわいい。ちょっとつけておきますので、後でお見せします。続きまして、いろいろと買ったので、セーラームーンじゃないものとかもあります。よいしょ、一緒に紹介しようかな。こちら、これはね、スリーコインズじゃなくて全然関係がないんですけど、いろいろとシールとね、大人のね、シール帳買って、ちょっとね、シール帳作りたいなと思っているので、また別途ご紹介するかもしれません。これは横に置いといて、続きましてはこちら、ガラスコースターって書いてあります。中はこんな感じ。わあ、かわいい。うさぎって書いてあります。これね、すごくいい素材でめちゃくちゃ綺麗。まあ、コースターなので飲み物とかね、使う時でもいいと思うんですけど、おトイレでね、これ一緒に横に置こうかな。こうやってめっちゃ可愛くない？これのうさぎちゃんバージョン、こちらも300円です。さすがスリーコインズさん。いや、300円でこちらってすごくない？そしてじゃじゃん、もう一つあります。これはね、ちょっと選べなかったので両方ともゲットしちゃいました。チビウサ、オープン。じゃじゃん、かわいい。あら、ちょっと大人っぽい。私ね、チビウサが大好きだったんですよね。子供の頃の推しは、多分ね、最初に見てた3歳の時は推しはセーラームーンだったんですけど、小学校の頃は推しはチビウサでした。こうやって一緒に置くだけですごくかわいい。はい、では続きまして、どれにしようかな。あ、こっちにしようかな。はい、じゃじゃん、ちょっと大きくなってきました。こちら500円。それでも500円。いや、これで500円はすごいんだけど、こちらなんと鏡です。カメラが映っちゃう。なんかいい角度がないかな。ここにね、よく見るとセーラームーンがいまして、後ろにこうやって立てかけることができまして、結構いい大きさの鏡です。このね、形もいいし、色もいいし、見た目もね、すごく素敵なのに500円。いいね、いいね。これね、うさぎちゃんのね、ドレスも素敵すぎる。ドレス見えます？ローズ柄のドレスです。このワンポイントも可愛いし、もうこれはね、いいなと思って買っちゃいました。いいでしょう、いいよね。これはね、机の横とかに置いて使いたいと思います。あ、でもリビングにもいいと思いますし、迷う。
これはいいお買い物です。しかもセーラームーンでしょ、すごすぎる。どれもいい。そして続きまして、じゃじゃん、タオルもありました。こちらのタオルはおいくらかな、ちょっとね覚えてなくて書いてはいないんですけど、でも当然ねお安かったです。じゃーん、タオルも何種類かありましたけど私はこちらにしました。おー、いいね、かわいい。はい、セーラー戦士が全員います。素晴らしい。もうこのイラストで、みんなそれぞれねお花柄のドレスですね、全員可愛すぎる。いや、もうこれは本当に素敵で、大きいタオルよく使いますので、タオルはね本当にいくつあってもいいので、いろんなものに使っているので思わず買っちゃいました。ちびうさ可愛い。ホタルちゃんまでいます。ホタルちゃんのドレスいいね、このちょっと大人っぽさがある感じ。セーラープルトンいまして、もうこれはねおすすめです皆さん。で、生地もねしっかりしています。普通に触り心地も良くてとてもいいタオルです。やっぱりこうやってね綺麗に印刷されているタオルってチャッチかったりするものもあるんですけど、これはちゃんといいタオルです。もう本当に3COINS すごいですね。私あんまり今まで3COINS ってそんなに行ったことがなかったんですけど、さすが日本クオリティ。これをね英語チャンネルでも海外の方に見せたいなと思いました。で、これはぜひ世界に見てほしいですもの。そして、はい、最後となります。早い、いきます。じゃじゃん、こちらは1000円しました。一番ちょっとお高めだったんですけど納得だと思います。では早速開けていきましょう。オープン。まずはパーツがあって、あ、ガラスなのでね注意して開けましょう。これで全部かな。お、組み立て方もちゃんと入っています。ちょっと見ながらね組み立てていきましょう。お皿が2枚に、これねちゃんとガラス製のお皿なんですよね、しっかりしている。1大きい方とのプレートにプラスチックのワッシャー、スチールのワッシャー、ネジの順ではめ込みます。これか。で、下からこうやって、で、これかな、これをつけてここで留めると。続きましてはこれをつけて、いや違う、ちょっと待って間違えた。このワッシャーね、2つ大きさがあるので気をつけましょう。大きいワッシャーの方ですね、こうしてこうして、はい、で、これがここに来てこうしてこうで挟んでくるくるつけます。めっちゃ簡単です。で、できました。アクセサリートレー、お菓子とか置いてもすごく可愛いと思います。ほら、ここにセーラームーンがいまして、下の方はロッドとかですね、ブローチとかが書いてあります。めちゃくちゃしっかりしていて可愛い。そしてセーラームーンもう完璧ですよね。もうこれとこの鏡をこうやって置いて、こうしてこうしてガラスケースとかここに置くと、すごくない？めっちゃおしゃれ、可愛い。いや、もうこれは本当に映えます。そしてなんと300円から1000円以内、めちゃくちゃお安い。もうお値段以上です。皆さんいかがでしょうか。これ後ろに置こうかな、どうですかね。そして今後ね手作りのものとかちょっとしたフィギュアとか置いていったら可愛いかなと思います。はい、というわけで以上となります。皆さんはどの商品が一番気になりましたか。実はこちらちょっと前に購入しまして、ちょっとお時間が経ってから開封しているんですけど、お値段と物を実際に見てめちゃくちゃ感動しています。皆さんもね納得のクオリティじゃないでしょうか。というわけで、また何かありましたらご紹介したいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。